国立人類学博物館はメキシコシティにあるメソアメリカの高校、民族資料を収集、展示する館である。現在の博物館の建物はアドルフォロペス・マテオス大統領によってチャプルティペク公園内に建設され1964年9月17日に開館した22の常設展示室、2室の企画展示室、3つのホールがある。館内には 国立人類学歴史学図書館がある。博物館のコレクションは、メキシコ全土から集められた、大量の考古学及び人類学的収集品から構成される。主なものとして、太陽の石、オルメカの巨石人闘像、水の神に捧げられた、テオティワ館の記念碑的彫刻、パカルダ用の墓、モンテアルバンの葬儀の供物ソチカルコの石碑、 トゥーラ・シココティ・トランシツドのトリテカの地図、博物館の入り口に立つトラロックの彫刻が挙げられる。年間に200万人が訪れるアメリカ大陸最大の博物館でもある。ウシュマルの2層院にインスピレーションを受けて設計された中庭先コロンブスキに、すでに縄族は自分たちに先立つ文明への興味を持ち、遺跡やピラミッドを発掘して品物を集め、 磨いたり色を塗るなど、自身の宗教文化の要素を加えて、再利用していた。18世紀末、福王部カレリの命令により、ロレンソ・ボトゥルニのコレクションの一部を成していた文書が、王立メキシコ大学内に預けられた。コアトリクエの像や太陽の石も同じ場所に置かれた。これがメキシコにおける博物館の始まりである。19世紀に入ると、 アレクサンダー・フォン・フンボルトラ名だたる学者がメキシコを訪れ先住民の芸術と歴史の価値を認識させた。その結果、1825年にグアダルーペ・ヴィクトリア大統領は歴史学者ルカス・アラマンの協力のもとメキシコ国立博物館を設立した。1865年以前にメキシコ皇帝マクシメリアンは博物館を 造幣局のあったモネダ通り13番地に移転した。レフォルマ通りに面して置かれたトラロックの彫刻コレクションが増大したため、1906年に自然史関係の所蔵品をチョポ大学博物館に移転させ、国立高校歴史民族史博物館として1910年9月9日に再開した。 1924年には、博物館の所蔵品は5万2千点に達し、25万人以上が訪問するようになった。1940年12月13日、歴史関係の所蔵品がチャプルテペク城に移転し、現在の国立人類学博物館の名に解消された。現在のチャプルテペク公園内の博物館の建物は1963年2月に、 着工され、19ヶ月後に完成した。建設には1億6千万ペソを要した。ペドロ・ラミレス・バスケスによって設計され、ラファエル・ミハレスとホルヘ・カンプサノが協力した。博物館の開館にあたり、公共教育局は作曲家、カルロス・チャベスに、還元楽曲、レゾナンシアの作曲を依頼し、1964年9月17日の、 開館式で初演された。中庭へ通じる、傘と呼ばれる、建築物建物の広さは4万5千平方メートルあるが、展示エリアは3万平方メートルのみで、残りは研究室、図書館、復元作業所、保護作業所、ジオラマ組み立てなどの様々な目的に使用されている。敷地全体の大きさは七万九千七百平方メートルになる。十三の部屋のかに、 野外空間が35,700平方メートルある。中庭のデザインは牛丸に由来する。中庭の中とアステカ室の前の池はこの文化が湖を背景に持つことを暗示する。博物館の歴史アーカイブは、博物館自身の生み出した歴史的文献の保全と修復の責務を負っている。保存研究所は、博物館の資料の保存と修復を担当する。 この研究所が関わった主要なプロジェクトには、パカルダ用の仮面の修復、ラベンダの放納物4の調査、レフォルマ通りで一般公開されているトラロックの像の製造技術の調査、中庭の美術的建築要素の総合的検査、マリンチェが着ていたとされるウィッピルの修復などがある。館内の見取り図国立人類学博物館には24の展示室があり、うち22は、 常設展示室、他は期間限定の企画展示のために使われ、しばしば世界の様々な博物館の所蔵品が展示される。1.2階が常設展示室として使われている。1階は人類学及びアメリカ大陸への人類の移動から、メソアメリカのご個天気に至る先コロンブス期のメキシコ国内の文化のために使われている。 2階には11の民族史の部屋があり、現代のメキシコに生きる先住民の物質文化の見本が展示される。1階にある考古学の部屋は池のある中庭を囲むように配置され、入って右側から時代順にアステカ時代まで配置されている。オアハカ諸文化の部屋では地域ごとに展示される。北部文化の部屋はメソアメリカの範囲を越えて、 北方にあるアリドアメリカとして知られる地域の集落に関する部屋である。人類学入門アメリカの人類人類のアメリカ大陸への到達とその発展に関する展示がある。先古天気の中央高地テオティワカントルテカと古天気週末期メシカアステカワハカの諸文化、サポテカ、ミシュテカメキシコ湾岸の文化オルメカ、ワステカマヤ西部北部インディオの村現代のメキシコ、 先住民に関する展示グランナヤリ今のナヤリと州、ハリスコ州、サカテカス州に住むコラ族、ウイチョル族、テッペワ族、ナワ族及びメスティーソの文化プレーチェリオプレペチャの文化、オトパメ、オトパメ族の文化プエブラ山脈トトナカ族、オトミ族、テッペワ族、ナワ族の文化、オアハカ、南部インディオの村から16種類の先住民の多様な文化、メキシコ岸、 ワステカ地方と、トトナカパンヘイチ及びジャングルのマイア人の村産地の、マイア人の村北西部、産地、砂漠、ボンチシナロア州、チワワ州、ソノラ州、バハカリフォルニア州なワ族2005年10月に、メソアメリカの球技場の半分のサイズのレプリカが、トロテカの部屋に設置された。入館者は中を歩いてみることができる。ありがとうございます。